先生こんにちは。はい、こんにちは。はい、今日もですね質問していきたいと思います。うん、質問、はい、何でしょう今日は。はい、実はですね先日ゴールデンウィークに、ゴールデンウィークね、実家に帰ってくるのに家族で、はい、お参りに行ったんですね。こう参拝神社に参拝にね、はい、どこに行ったの。はい、水天宮です。水天宮といったら雨の御中市。雨の御中市、そう、はい、実はですね私の、うん、お兄さん、義理のお兄さん、はい、が雨の御中市というか増加三神なんです。あ、ご守護神がね、増加三神、はい、はい、それで一緒に誘って行ったんですけれども、うん、でその兄に、うん、何神様に何を話したのって聞きました。うんうん、そうすると兄はお願い事をしたぞ。お願い事ね、はい、欲張りなんですね。で私がお願い事したの、うん、じゃあお賽銭いくら入れたの、うん、って聞いたら50円って言ったので、50円、奮発したね、それ。はい、私は、はい、もうそもそも神社はお願い事をするところじゃないし、うん、でお願い事したのはいいけど、うん、お願い事50円でお願い事したの、うん、って聞いたんですね。うん、はい、そしたら、でもなんかよく昔からね、ご縁がありますようにって、ご縁って聞くから、うん、ご縁じゃあんまりだから50円って。あとね、これがいいご縁ということで、115円と。そうなんですね。そうそうそう。でもそういうふうに思ってる方って多分かなり多いと思うんですよ。うん、ご縁とか50円、うん、まあ、115円。うん、はい、で、もう本当はこのお賽銭っていうのは、いくら入れたのがいいんでしょうか。うん、ここなんですけど、実はね、NHK の番組なんかで、はい、なんかね神社参拝のねなんか専門家と称して、うんうん、ね、で人様とのご縁があると、健康のご縁、はい、恋愛のご縁で、お金のご縁、いろんなご縁があるようにご縁を入れるとか、はい、中にはねいいご縁で115円とか、はい、ね、っていうそういったことを言う人がいるんです。え、 NHK で言ってたんですか。 NHK で称して、うん、専門家と称して。そしたらみんな信じますよね。そう、よく考えてみてください。はい、5円でもし1万人参拝したとしたらいくらですか。5万円、はい、5万円で神社って存続できる、うん、できないです。鳥居も建てられないです。神主さんとか巫女さんとか、はい、食べれる、食べれない、食べれないよね、うん、それをイケシャーシャーと言ってるんですよ。びっくりね、びっくりでしょ、これって、はいはい、ね、だからよく考えてもらわなきゃいけないのは、例えば100円入れて1万人でも100万円です、はい、100円でですよ、100円って結構皆さん多分100円ぐらいじゃないの。そうですね、ね、中はやっぱりね小銭の10円とか20円とか、まあ、その辺だったりする、はいはい、でもこれ実は基準があるんですよ。あ、基準があるんですね。そう、例えばですね、はい、イスラム教、はい、ね、イスラム教なんかはどうなってるかって、うん、給料の 20% は、うん、モスクにね納めなきゃいけないんです。決まりなんです。給料の 20% って結構あります、ね、だから例えばね20万稼いだら、うん、4万円を給する。なかなかできないですね。できないでしょ、はい、でそのように決まってるわけ。決まってるんですか。そうで、ところが日本というのは戒律というのがないから、はい、ね、いわゆる宗教というのはね、戒律とか教典とか教祖とか、はい、こういったことが、ね、あるという状態が宗教というわけ、はい、でも日本の神道には教祖誰、うん、いないですね。教典ある、ないです。戒律はないです。ないでしょ、はい、で何もない、はい、つまりね、うん、全ては私たちに委ねられてるんですよ。なるほど、ね、だから例えば、はい、お前感謝を言えって言った感謝は感謝じゃないんですよ、うん、感謝っていうのは、うん、自分の中から溢れ出ることが感謝なんです。自分の中から溢れ出 る、はい、だから自分が思って口に出すから感謝であって、うんうん、感謝を言いなさいって言った感謝はそれはただの言葉、挨拶言葉、そう、感謝じゃないんですね、はい、でこれと一緒で日本人っていうのがね、うん、戒律で決められたからやるんだじゃなくて、うんうん、道徳心、道徳心、そうですから昔の人たちっていうのはね、私たちは自然の恵みによって生かされてるんだ、うん、ね、だから自然界の恵みがなければこのね家具作れません、はい、ってことは、ね、家具屋さんが存在しない、はい、ね、というふうにね、ほとんどの仕事って自然界の恵み、これをいただくことによって我々は仕事をし、ね、してるんだ、はい、だから勤労感謝の日っていうのは勤労者に感謝するんじゃなくて、勤労できることに感謝する日、これが勤労感謝の日。勤労者が勤労できること、そう、だから特に今コロナで仕事をしたくてもできないでしょ、はい、っていうことはね、仕事をするってことはどんなに幸せかっていうことに気づいてる人いっぱいいると思うんです、はい、そうですよね、今回特に気づきましたよね。そう、これと一緒で、うん、仕事ができるっていうのは自然界の恵みをいただいてるからで、はい、やれるんだ、はい、だから神社を守らなきゃいけないって言って、はい、その名手ね、うん、まあ、特にね土建業とかそういった人たちっていうのは公共事業だから、はい、皆様の税金によって生かされてるわけでしょ、はい、それをその町に還元していく、
だからよくほら名前のお札でね、はい、何百万円とかあるじゃないですか、うん、ありますね、ああいう人たちって多分ねその当時の名刺の人たちなんです。なるほど、ね、でそうやって大きなお金を寄付すると名前が書かれているね、やっぱりあの人は人物だ、うん、ね、あの人は素晴らしいってなって尊敬の念が来る。でも今ってどうかって、そういう寄付をする人多分いないと思います。あとその寄付で成り立ってることを知らない人が多いんじゃないですか。多いと思う。そうそう、だから神社って多分ね、なんか公務員と一緒で、うん、ね、なんかこう国とかね、町とか市から予算があって、うん、それで成り立ってるって思ってる人多分いっぱいいると思う。ですよね。でもあそね、神社って全ての神社、うん、全国に今12万社あるんですけれども、はい、その神社って全部私たちがね、うん、お納めするいわゆるお賽銭であったり、はい、あと絵馬とかお守りとか、はい、ね、ああいったものあれ買うって言わないです、はい、受け取るって言うんですよ、ね、受け取る、そうですよね、そうでその寄付したお金で成り立ってるんです、はい、これを何千年と守ってきたんですよ。それがすごいですよ、ね、我々日本人は、はい、ところが今我々の代でなくなろうとして、なくなろうとして、だってNHK でご縁って言うんだから、ご縁じゃちょっと、そのご縁の理由はご縁があるからなんですよ、はい、でいいですか、神社にご利益を求めに行ってる状態なんです。神社ってもともと神様でしょ、神様っていうのは本来は自然なんです、はい、ですから自然太陽にアマテラスと称しただけ、はい、でだからもともとはアマテラスは太陽なんです。太陽の恵みによっていろんな、ね、食べ物が我々はいただけるわけでしょ、はい、でその感謝を届ける場所が神社であって、うん、神社にお願いをする場所じゃないんです本来。そうなんですよね、神社に感謝をする、そうなのに、はい、ね、専門家と称してご縁払ったらご利益があるって言ってさらに神様にね足りないって言ってる。これね、これですよ、子供にね、子供にいろいろねしてあげてるのに、うん、はい、ママこれじゃ足りない、もっとちょうだいって言ってる状態。そうですよね、そうでしょ、もうおかしいでしょ、うん、だから自分がね、神さん、はい、奥さんね、はい、神さん、はい、子供がいる、うん、子供は人間、はい、そして子供にいろいろしてあげてるんだけど子供は満足せず、もっと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 、ね、ありがとうは一切言わず、はい、もっと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 しか言わない、うん、こんな子供かわいい、いや、なんか可愛くないです。可愛くないでしょ。それをあなたは神社でやってるんですよってことです。なるほど。しかもたまにしか行かない神社でご縁だけ入れてお願い事をしてるってことですよね。そう。ずるずるし。ね。ですから、やはり幸せになりたいっていうのを裏を返すと幸せはないってこと。実は私たちはすでに多くのものをいただいてるわけです。はい、自然界からね、はい。そこに目を向ければ、うん、溢れるのは感謝しかないんです。はい。そうです。ね。だから感謝がない人が幸せになりたいって言ってるんです。感謝がない人が幸せになりたいって言ってる。そう、幸せじゃない、今は満足じゃ、満足してない、もっとくれ、あ、だから今が幸せじゃないって宣言してるってことですね。宣言してるんです、幸せになりたいってことは。そうね、じゃあ神社はいくら入れたらいいのか、うん、はい、これはね基準があるんです、はい、これはね人それぞれ生活し基準が違うでしょ、はい、うん、確かに、うん、だからどうするか、はい、自分が、うん、これどうかなって考えるぐらいの金額です。ああ、このお賽銭入れるときに、そう。ね、だから本当に稼ぎ続けたい人は、うん、例えば1万円でもいいんです。はい。1万円はどうかな。頑張ろう。うん、それを払い切れる能力がある人は払う。うん、ね、それを払い切れる男なんだ、はい。払い切れる人間なんだって思えるかどうか。またそれが決意の表明にもなりますよね。そう、1万円入れることによって、うん、こうあのお願い事というよりも絶対これをやるんだって、うん、全うするんだっていうことで、そう、そうだから例えばね子供なんかはやっぱりね1円とか5円とか10円ぐらいしかできないじゃないですか、うん、はい、ね、子供に100円って言ったら考えるでしょ、うん、それと一緒、ね、自分の身の丈に合ったそれを行う、あとこれは平等です。あの私行くときにですね、あの本殿は、うん、なんか例えばその自分がどうかなっていう金額を入れるんですけど、うん、拙者マッシャがたくさんあるじゃないですか、うん、あの時は小銭、あ、もうあの拙者マッシャは気持ちで応援とかするんですけど、それは OK、 そう、拙者マッシャも全部含めてここの神社だから、はい、結局全部は、ね、その神社に、あ、そうか、そこの神社ですね、奉納されるので、うん、だからまずは本殿、はい、ここはちょっと頑張る、うん、ね、金額を入れる、はい、ね、後の拙者マッシャは、まあ気持ちを入れていくと、ね、まあ、寸志みたいなもんです、はい、だからそういう形でねやっていただいたらいいんじゃないかなと、うん、ですから、我々のねこの神社っていうのは何千年、はい、何百年もね、我々の祖先が守り続けて、はい、そして今12万社ある、はい、
ね、コンビニよりもありますから ね、うん、ねコンビニが5、6万です、ね、5、6万社ですので、はいね、その倍以上あるわけですよ、うんね、でそうやってあるでそれを我々の代で失っていいんですかと、はい、もう存続したいですよね。そうつまりね感謝がなくなれば神社がなくなる、はい、神社がなくなれば国がなくなる、はい、全部つながってます。そうですよね、うん、だからそのね我々の祖先が守ってきたもの、はい、これを我々の代で失うわけにはいかない、はい、だからしっかりと守って次世代にねつなげていきましょう、はい、これが感謝の心を伝えるってことです、はいでまあ、子どもたちにね感謝を求めてるんだったら、はいあなたがまず感謝をする。そうですね、うん、そこからですね、はい、そして実はですねこの私たちがやっている開運歴も、うん、この皆様がご自身の風玉を知りそして守護神を知った後に、うん、その守護神のぜひ神社に、うん、参拝そしてこれ自分のだけじゃなくて家族や友達と、うん、じゃあ今日はあなたの神社に行こうよ、うん、っていう感じでみんなで神社に行くようになってほしいなと。そのためには守護神を知らない人はどうしたらいいんですか。はい概要欄に LINE アットの URL を貼ってますのでそちらに生年月日、性別、生まれた時間を書いてください。私の方で鑑定してそちらにまず風玉、そして三つ玉、そして守護神ですね、あと風水の霊樹の守護樹、そして1ヶ月の運気予報をお伝えしてますのでぜひそちらの方でお申し込みください。もしよかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。あなたの風玉を知りたい方は概要欄から LINE アットに登録してくださいね。どんな才能があり、どんな環境を好み、どんな運勢なのか、ビミリーヌがお伝えします。